くドラ。ラジオドラマで聞く名作文学。堪忍してください。いいか、モンは俺の妹なんだ。お前にも妹がいたなら俺の気持ちが分かったろうよ。兄妹無老再生。門の兄イノは怒りに震えていた。イノが張り倒したのは1年前、彼の妹門を身ごもらせその前から姿を消した男である。僕は門に謝りに来たんです。今さらその義理ではないのは分かっています。ですがせめて償いを。彼は小畑という書生であった。小畑は今日門に会うためその家を訪ねた。だが門の父親に拒否され、その帰り道を伊野に襲われたのである。門のてめえの子供はな、死産だったよ。あいつの一生はてめえのせいで台無しになったんだ。それは1年前のある日、門は奉公先で妊娠し実家に帰ってきた。そしてその噂はあっという間に広がり、以来イノは暇さえあれば門をいじめた。一体その面でどこの誰とイチャつきやがった。よさねえかイノ、おめえの知ったこっちゃねえ。親父も親父だ。俺は花から奉公に反対だったんだ。しかも相手の野郎はしゃぶっちまったが、最後うんともすんとも言ってこねえ。そんな外道をかばい立てするとめでたくて涙が出る。そんな兄さん、あんまりにひどいわ。私の体を私がどうしようと勝手じゃないの。兄さんだって外じゃ人のこと言えないくせに。ほらもうよせ。おめえら兄弟だろうが。モンと俺はな、ガキの頃からいつも一緒だった。毎晩一緒に寝てやったし、ションベンにもついていった。あざの位置だって知ってる。俺とモンは兄弟、いやそれ以上に仲が良かったんだ。そのモンが腹でかくして帰ってきやがった。はい、全て僕が悪いのです。俺はそれから毎日門をいじめたよ。なぜかわかるか。いえ。そうしねえと世間が門を悪者にするからだ。俺がいじめてりゃ俺が嫌われるだけで済むからな。ところでおめえ、謝りに来ただけか。謝っていくらか負担を。あいつと一緒になる気はねえのか。え、それは。イノはカッとして小畑を土手の上に蹴飛ばした。うるせえ。なんでこのくらい。もんはもっと辛かったんだ。あいつはもう嫁にも行けねえんだ。イノはそのまま激しく打ちのめそうとした。だが、すいませんすいません、何もかも僕の責任です。小畑があまりに無抵抗なので次第に力が抜けていった。もういい、帰ってくれ。だがいいか、もう二度と門に関わらないでくれ。なあ。
はい。イノは己のしたことを恥じた。そして小畑に謝罪しかけたが、結局何も言えなかった。今帰ったぞ。おう、イノ、遅かったな。ん？お前その血。ああ、そこで珍しいやつに会ってな。何？まさかお前あの人に。待って父さん。ねえ兄さん、もしかして小畑さんとお会いになったの？ああ、あった。何をなすったの？何って、思うままを。乱暴したんじゃないわよね？ああ、半殺しにしてやったよ。だが野郎、かなわねえと思って手も出さねえ。門はあっけに取られていたが、やがてみるみるその顔が壊れ出し、冷たい殺気を発した。手出しのできないあの人を半殺しに。おかげで胸がスッとしたぜ。その瞬間、門は女とは思えない凄まじい形相で伊野に殴りかかった。バカ野郎、この極道兄貴め、誰がお前にそんなことを頼んだ。この卑怯者、豚、畜生。きつ、何しやがんだこの馬。伊野は門の気に飲まれながらもすぐに張り倒した。さあ、殺したきゃ殺せ、殺しやがれ。ああそうだよ、私は陰媒同然の堕落女さ。だけど一度惚れた男を弱みにつけ込んで半殺しにするような兄貴は許せねえんだ。やい、イノ、それでもお前は男か。恥ずかしくねえのか。よくも門の男をぶちやがったな、畜生。この太っちゃん、まだ足りねえか。やめろ、このバカど、やめねえか。まったく見ちゃいられねえ。おい、イノ、てめえ頭冷やしてこい。ち、言われなくても出てちやら。イノが外に駆け出すと、門は泣き出した。父は門の短歌があまりに凄まじかったので、しばらく黙っていた。そして彼ら兄弟の今後を案じ、語りかけた。やれやれ、すまねえな、もん。あのバカ、どうしようもねえ。だがな、もん、あいつの気持ちも汲んでやれ。あんな兄貴だが、本当はお前を。父さん、大丈夫だよ、分かってるわ。ちゃんとあんなに憎らしい人だけど、やっぱり兄さんですもの。顔を見なけりゃ寂しいわ。もん、たまにうんざりするけどね。ちげえね。畜生。もう、すまねえ、すまねえ。兄と妹、その二つの真心を受け、父は体がはち切れそうになるほどに頼もしく、そして誇らしく思った。キクドラではツイッターで作品の更新情報や聞きどころ、メンバーの独り言などをつぶやいています。ぜひツイッターからキ
クドラと検索してフォローしてください。詳しくは公式サイトからどうぞ。